Tito diga libre por el voto también. Mentira. はじめまして、これからじゃあ、トンサーキンジェリンボチェの講演会を始めさせていただきたいと思います。通訳の私、中澤が務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。今回の、トンサーキンジェリンボチェの来日と講演というのは、オフィシャルな形でリンボチェご自身がこう日本で、講演をしたいと、教えを解きたいと思われて来日され初めての機会となっておりまして、とても有意義な時にできたらいいなと思っております。で、どの手伝いとなっておりますで、ね、それでちょっと簡単にリンボチェのことを略歴みたいなことをご紹介いたしますと、リンポチェは1962年生まれ、ブタに生まれになりました。その後、シッキムやインドの方で、チベットのいろいろな、お子さん方から、仏教に学ばれて、今、チベットとブータンとインドの方で、大きな僧院の僧院長をされていらっしゃいます。海外の方でも、オーストラリアやカナダ、アメリカの方で、10年ほど、もうちょっと活動を続けていらっしゃいます。簡単にご紹介はこれぐらいにして、リンポチェにお話をお願いしたいと思います。성でね、ザンブリンなんだ。ドナンで、でね、チョンダン、バンジル、チェンジ、シドン、でそれペンマシギ、ドナンチェンボチェギドゥス。じゃあ講演の方を始めさせていただきます。最近世界では経済や政治や、そういう商売やということに関してすごい関心は高いと思います。でね、人事が何らでね、中断の二等がぶじゃぎんへんぎ ngan la yong wiki, ngan la jung wiki, tene sam no tang tang la don hang chene, tene chirang su de zom, ngayang de yong chene, tene jegi kokap di shida tsa chenpo yinpa nge, nun zin chegi yuas. そんな中、今回このティーチングの会があるというのは、2500年以上前のそのブッダの教えを学ぶ機会として、こうやってこうして、こうしてああ大丈夫です。すみません。出ない。電波が飛んでるのかしら。じゃあちょっとマイクなしでやらせていただきます。
こうしてそういう経済だとか、政治だとかに関心が高まっている中で、そういう2500年も前古い教え、そういうなんか知恵のためにこうやって機械が日本でこうやって持たれているのはすごいなんていうか奇跡的なことだと、私すごい奇跡的なことだし、うん、とても貴重なことだと私は認識しています。カワレセナチュエセキンティマランツミセディナンデラキャプサンシダヨアマレプロフィットマンゴミドゥ。なぜならダルマという仏教というブッダの教えを学ぶことはこの一回のこの人生の中では特に利益が少ない、利益があまりないんですね。なのですごい、こういう機会があるということは貴重だと言えるんじゃないかということです。ディンソンギミギキャプソンギサムロディシュッチェムタングドゥデヤンキャプソンディンジョポヨンヤ。で最近 の、 現代人の私たちはその利益をすごく追求することに関心が高く、また、またその利益というのもそのうち手に入るとかじゃなくても今すぐというすごい請求に求めるという傾向があると思います。でね、ウネチにサムタンナチュエセキンティジクテンセディダンガルダジキケシャリです。で本当のところに行くと言いますと、その仏教というブタの教えというのは、この人生 の、 その利益ということには矛盾する、それに相反する性質を持っています。대인류대내디링기고갑디마상지샤저토비기진죽지인비줌센치마차랑손님도최유당최유기돌링지주중마디마랑기손남레스장기여스님보지기손남레스마랑기손남リンボチェラさんが言うべきって、リンボチェラさんが言うべきだって、コカプテチュンガル、マジャンだったらコカプテチュンガインさん、でマジャンのゲストナムジェスサムギドス。リンボチェもこのブッダ、お釈迦様ブッダシャケムニの弟子として、その遠い弟子として今こうして ブッダの教えを説くこういう機会を皆さんと持てていることは、私の徳のなせる技ではないかと思っています。チェランソギソナミニンダメンゲハモゴス、あなたたち皆さん来ていらっしゃっている方々、皆さんの徳のがあるからこの機会が生まれたかどうかちょっと分かりません。ガンレセナチェランソロソナミユナマレラツギミジギツァネテネチュニエントゴグレス。なぜならば、もしあなた皆さん皆様に徳があったならば、私よりもっと優れた師のところに行って仏陀の教えを聞くことができたんだから。チェソンダタンボネクンノンチェランツルチュエシェギチェドクンノンディネチュエギインスチュエクンノンチュチュタンギインスディマタンウィンヘンラネサンジェタンチャンチュセンバルソワタプテネクンノンジュジュタンテルニエケシシェイです。でまず、これから本題に入る前に、ブッダとブッダの教えと、そのサンガの教えを守る、僧侶の方々に祈りを捧げて、それから、教えを説く、心構えについてちょっと話していきたいと思います。
Ribing di Nangbegi Jacob Ningba Shibuji です。日本は仏教国としてとても古い国です。ペチェペバレジャン Ribing di Nangchula Ningi Webata。おそらくチベットよりも日本の方が仏教に関連ついている期間としては古いんじゃないかと思います。で、年がリビングで天下政治4年。私は何回か日本に来たことがあります。で、年がリビングで4年、がリビングで6層当、リビングで6年来がぶしだよ。6年ムービー。なんで日本に来るか、僕は私はその日本の文化と映画がとても好きだからです。リビングでテップ人へ、テップですらがしらがぶよ。日本の作家もとても好きです。ね、テッチンヘン、ガシューギチェディラ、リビングミカシェジュ。世界中で一番自分が尊敬するというか大好きな作家は日本の中、日本人の中にいますと。で、ペンナ、川端さんだ。はい。一人は川端康成。でね、母さん、ただ、ゆきよ先生は、ゆきよ三島知らやこれ。三島ゆきよもすごい、とてもいいです。でね、純一郎、田崎先生と。谷崎純一郎、すごい好きです。でね、浪人作品です。ね、まあ、人間です。知らかぼよ。でも、映画監督もその古い日本の映画監督がとっても大好きです。でね、ニェチェル。ハンサー、リビングフットボール選手はやっぱりかぶよ。最近で言いますと、日本代表のサッカー選手はすごい好きです。で、チランスフットボール選手のホンダ選手で、シェッチャーやぶつけろ。ホンダがすごい大好きです。でね、ハサベルベ、ハサベ、ハサベ。ハサベですよね。ハサベも好きで、うん、でね、リビングの予備機何週何年さ、テパチンボだ、ヨンジャラ全世界はテラペンマシギツグルチンボヨスチコルギュッ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 チェンボイエス。で、また特に日本の禅という伝統に対してはとても敬意の思いを深く思ってます。でね、ウエネ、シャルジパルトチンビギ、テパチェンボギ、ニャムレン、カヨラギュ、ユエビギ、でね、チュウギジュバジレス。禅、禅レベル。禅。その禅というのは本当にインドで始まったそのブッダの教えの、六波羅蜜というのがその中心になるんです、なりますが、その教えをまさに受け継ぐ素晴らしいブッダの道だと思います。でね、ハラメヤンでね、ジャパンでいわばチーズハコソンマシラハレソンス、ハラメハラメハラメハスタントラ、ジャパンの言えばで言えばコソンス、で知らんがハレソンス。またその日本には後で知ったんですけれども、その密教がすごいあったということでもすごいびっくりしました。